かりますよね。そんなでかくもない。なんか奥なんてスーパーですからね。半分スーパーですからね。っていう、すごいところじゃない。よかった。まだ営業してたわ。よかった。さあ、ってことでね、買ってきました。なんやかんやと、夕飯もがっつり買ってきました。真っ暗にね、あれかしようかなと思いました、今日。お弁当がね、ちょうどリーズナブルになっておったんでね、そのあたりを買ってきました。まあ、これもまたね、一応予定では、豊田市でも宿取るか。しかも短いですね。ちょっと、予約を入れましょう。とりあえず駅に戻って、電車で宿を取るとしましょうか。市駅に出た方がいいな。そうしよう。買ったものはまたですんで、もうちょっと満喫利用を諦めるか。こっから一番近い満喫行くと今度明日の朝が大変だからな。やっぱこの辺りで済ましたいもんな。よいしょ、とりあえず戻ってきましょう。あ、ちなみにドンキホーテね、さすがこんなね、外れにあるところで、あ、でもあのレシートね、出しときますけど ねちゃんと取りたい点ですよここはっていうね、ことですけどね、さすが腐ってもドンキホーテですね。いやー、あのレモン堂のホームランサイズがなんとね、あのズッキカイ方が150円で売ってましたからね、安い、助かる。それで今晩の晩酌は万全でございます。そういう手に入ったのもあってね、とっとと飲んで寝たいと、いうのが本音でございますね。うん、じゃあ、もうさらなきゃから、電車で普通に市駅に出よう。とりあえずね、今ドンキホーテ寄ってね、買ってきましたね。ホームランサイズも安くなってたんでね。よしと。すごい。ホームランサイズ、レモンドのホームランサイズが150円でしたからね。ありがたい。で、この宮さんでお惣菜もね、値引きになっておったんで買って、もう、おとなしく、もう9時前ですからね。こっから先行っても、結局、もう宿も満喫もなんもないんで、ヤクザなんかで野宿なんかしたらね、死にますからね。トヨタの夜は冷えるんです。ね、ましてや今年大寒波ですからね、ダメなんです。トヨタはね、一回、友達ん家でね、それこそ、リビング、床まで、裸で、裸というかね、何も布団もなしでね、バターンってしとったらね、本気でやばかったですからね、と、寒さで目が覚めましたもんね。いやさ、なんてことを言いながらね、よいしょ、結局ドンキホーテ寄っただけな気がしますけど、まあまあまあ。ここまで全然寄りつなかったですからね。本当なら予定ならここで日が暮れるからぐらいの予定でいましたからね。全然ダメだ。予定全然回り消えてないけど、出荷も大丈夫か、本当なら犬山のあたりまでは出てるかなと思ってたんですけどね。おかしいな。全然ダメでしたね。あ、ちなみに瀬戸線までね、無理やり行って、新栄え、ね、駅まで行ったら境のど真ん中やしにやないかってね、まあ、もちろんあそこまで行けば何かしらあるんでしょうけど、ただね、あそこは多分高いんでね、年末年始で、多分相当にぎわってるはずですしね、なんでちょっとあっちは避けております。トヨタがちょうどいいですよ。まあトヨタも長いこと言いましたしね。よし、多分駅員さん的にはただドンキで買い物して帰ってくる謎のおっさんでしょうね。あ、やべえ、もう出てくるか。いや、次の電車にしましょう。そんなに焦らないといけない時間でもないですからね。もうトヨタ市までって決めちゃえばね。そう、流星寺の湯がオールナイトはできないですからね。12時もやってるんで、本当朝の6時から12時もやってるんで、すごい便利なんですけど、泊まりがけにはできないし、12時に行政に着いたらね、さすがにね、もう知ってる後輩もいないですからね、中京大に。ねえ、ワンちゃん、米の木の教授の家に、夜中に行くって絶対ダメですよね。覚えられてもないでしょうからね。さあ、戻ってきたわ。とりあえず、本当なら。
本当ならね、ちなみにここから赤城に行くなら先に取った浄水までショートカットっていうのも便利ですし、多分結構時間いいと思います、さっきの方が。もう一つの手としてはね、名鉄で行く場合でしたらね、梅つぼで乗り換えてね、行くっていうのが手であるんですね。ですから、それだとね、梅つぼの間だけはね、すごい本数が増えるっていうね。基本的にあそこで運用がもがいてますからね。さあ、とりあえず宿確保するか。とりあえず宿を取ろう。そうだよ、飯買ってる場合じゃないんだよ。水曜どうでしょう、でも言ってたじゃないですかね、飯より宿ってね、大丈夫かな。なんかだいぶ空席あるっぽかったから余裕かましてたけど、本当大丈夫だろうな。リブマックスがいいね、4608円であるじゃん。お、やばい、残り3機になってる。ここを取りましょう。よし、取れた。ホテルリブマックスできてたんですね。まあトヨタはね、いっぱいビジネスホテルできてますからね。でビジネスホテルはこういった連休の時はちょっとやっぱしいいですね。4000、あ、梅つぼや、間違えた。ドアが開きます、ご注意ください。着いた。ってことで豊田市駅ね、通称市駅、やってきましたよと。でここまでね、あれですね、この三河線も来ますし、豊田線もね、サラギからこっちまで乗り入れてますので、ここだけはすっげー本数が多い。こんな5分ごとに出ますので、よくもカニオタイとか長いやつやったらそのまま犬山まで行けるのかな。便利なところですね。いやー、市駅と降り立つのは久しぶりだな。ご多分に漏れず、トヨタ市って8割型車で来るんで、電車で降りたのか、ほんと久しぶりだわ。社会人になってからあるのはあるけど、あ、懐かしいな。夜のトヨタ市駅なんてジャパレンで飲んでバカやった記憶しかないですからね。この辺りがあれですね、トヨタ館エスパイン、プラスエリアも多いところですからね、富永とかね。さあ、で、あ、こっちじゃないんや、シャグとかめっちゃすぐ出れるみたいですね。こんな感じで、そういった選手は歩いていくのはしんどいところですけどね。バスとかも出てますし、こっちがまあトヨタの栄えてる方面になるのかな。まあ、トヨタの場合やっぱ公開都市なんでね、まあ、駅前はそこまであれなんですよね。まあ言ってもまあ栄えてるんでしょうけど、うん、やっぱ車社会の、キングオブ車社会のところですからね、うん、私も学生時代はまだね、車がなかった時はそれこそあれでしたけど、車を持ってからやっぱり車で来ることも結構増えてましたからね。もう最近はめっきり車で来ることばっかしですからね。さあ、で、ロッテリア、これは昔からあるね。で、宿がね、とりあえずもう確保してありますから、光だけ、こっからね、迷わずに、もうちょっと南に行ったらいけるところにあるらしいんで、もうピクシーになったかし、トヨタシアルで。でちょっと離れたこっちにマックがあるっていうのも面白い行動なんですよね。そうそうそう。で、まあ、そのまま通りね、上のところ渡ってスーッと行ったら、新豊田駅か、
愛館のね駅がありますよっていう構造ですね。でね、この道南に行ったらね、ストーンといったらあるらしい。へえ。今三河線が入ってきてますけどね。で、神尾台とかね、鶴舞線の方から来るやつは全部豊田市止まりですね。赤い池で止まるやつか豊田市へ止まるやつかですね。昔は矢事止まりとかもあったらしいですけどね、今はないかな。いやー懐かしいな。学習時代とはガラッと変わっちゃってますけどね。そう、新豊田駅ね。まあ珍しいのは大体ね、名鉄の駅とあってね、新がつく駅の場合は新があるのが新宇沼とかね、新一宮とか新名古屋とか名鉄の駅のことが多いんですけど、ここだけは逆なんですよね。旧 JR 系の愛知環状鉄道の方が新がつく駅ね。うん。でこっちはこっちで豊田駅じゃなくて豊田市駅っていうね。確かもともとも豊田駅っていうのがね、別である兼ね合いだったかな。うん。で、ずーっと来て徐々に中持ってきてるね。こちらはもう持ち込み地方だった。このもうちょっと先行ったところにね、ジャパレン今もあるのかな。あのジャパレンにはお世話になった。何回あそこに潰されたことか。もうクーラーボックスね、パンパンにね、太陽の先を、だいたいね、この先にあるイオントヨタ店ね、トヨジャ、通称ね、トヨタのジャスのところで買って、大量にね、買ってそれをどんどん持ち込んで、どんちゃん騒ぎをね、ジャパレンでするっていう。懐かしいな。あそこのお客さん8割はオーバーかな。多分中京大のやつじゃないかなと思いますから。でもトヨタの人も車ますからね。実はね、このトヨタ市っていうのはね、トヨタ自動車っていうのがあるんですよね。みんな知ってるよね。そう。で、いうことなんで。で、トヨタだけ、そのトヨタ自動車だけじゃなくて、まあ、しかし本当に見かける車全部トヨタだな。思ってるぐらいトヨタだな。まあそりゃそうなんだ。いやいやいや、逆に郊外に出ると懐かしさがないんだよな。え、なんかもうこの近くで、ああるわ、あそこだ、リブマックスありますね。ね、いいじゃん、全然歩いていける距離や。うん、まあ、こんな感じでお店はいろいろとありますからね。別にあのストック買っとかんでも別になんとでもなんなんなります。でもトヨタだけはやっぱしイントネーションがトヨタになりますよね。よいしょ。あれ、こんな店舗あったっけ。ちなみに大学があるのはね、こっちの方角ですからね、反対方向なんですけどね。まあでもやっぱしあのね、大学の周りはまあ今でこそね、いろいろと商業施設もできてますけど、昔はマックの一つもなかったですからね。マック買うのに埋め積もりしてたんですからね。懐かしいな。そう考えると上質にあの辺りが栄えたのは大きいですね。うん。ほんとそれ、埋め積もりに出るか三好のイオンに行くかみたいな感じですもんね。いや、書いてますね。お、で、ここか、ホテルビューは。
はあ、これだったら全然いいや。ああ、この、これぞれなんで、車でも便利ですね。この道ずっと行ったら、平場とかね、あっちの方に抜けて、三好市のね、イオンとかも、この通りにずっと行ったらあるんじゃないかな。あれですね、でっかいブックオフがあるところですね。うん、で、ずっと先行って、平張り上田の方までストーンと行けるので、まあ、通勤の時には結構お世話になっていましたね。うん、東海通りの方からね、スーッと抜けて、裏道をくっすーと何やかんの時の方に出てくるというね。トトロだよな。ここまで言っといて、全然違ったらこんなんやけど。飲み放題3500円。さあ、ってことでここでいいみたい。ホテルビッグマップですね。トヨタ。では早速ね、宿に入っていきましょう。こんな時間までかかると思ってなかったけど、とりあえずリップアップですね。よいしょ。